試し引き。これでのセットすごい気に入りました。お気に入りですねこれね。すごい。おお。なんかカルマジまあ老舗ですけど、なんか、ね、今更か。いや確かに満を持して感すごいないですか。満を持してなのかな。なんかすごい確かに。なんでこのタイミングで。このタイミングでは。まあ確かに日本は最近出たんですけど、うん、本国ではまあもうちょい前には出てたんですよ。でも言うてもでしょ。言うてもですよ。うん、まあ2、3ヶ月差があったかなっていうぐらいなんで。いろいろやってたじゃないですか。ねえ。こうでもない。あの違う。違う。出てきたこれだみたいな。マジ。かなみたいな、ね。なるほどね。まあでも、まあ、まあまあけどね。まあそんぐらいピュアな。うん、割となんかこうずっと使える感じありますね。こう癖ないから、ね、流行り廃りない感じの、うんうん。飽きないかなっていう感じだね。確かにね。カールマーチンか。なんかコンスタントにいいやつ出してますよね。そうですね。ね、うん、まあ、ね、いっぱいね紹介できてないものはあるんですけど、またね最近出たばっかのものもあったりするんですけど。なんですかなんですか。いやこれなんですけどね。ついでに見ます？うん？オタワって言うんですけど、オタワってなんか首都じゃなかったですね。そうですね。どこだ？なんか習った。なんか習った。これなんですか？まあ、それといわゆるオートワウェイなんですよね。へえ、うん。オプチカルのエンベロープフィルターって。またこれも今更。そう今更感なんですか。なんかでもオートワウ割と流行ってるっていう。そうですね。なんか流行ってるみたいな話があって、うん、あー、もともとカールマーチン大きいサイズで、うん、あったにはあったんですけど。うん、その時はちょっとね流行ってなかったせいかちょっとだったんですけど、最近このちっちゃいサイズにしたらなんか意外と、確かにでもオートワウってなかったですよね、うん、あんまりあんまないんですよね。なんかそれこそグヤトーンのあの紫のやつとか、うん、はいはいはい、みんな使ってて、でもちょっとこうあの昔のやつだから、うん、あの劣化具合がああだこうだみたいなとか、はい、あとはね、なんだろうな、まあボスとかもあるけど、ありますね、ちょっとね癖強かったりで、うん、まあみんなこうどうしようかなっていうのはあったと思うんで、まあ、ちょっとやってみます。そうですね、これ初見ですけど、せっかくなんで、うん、まあちょっと時間も余ったことですし、ね、ちょっとまあスルスルいったんでね、ちょっと繋いでみましょうか。はい、うん、やりましょうか。はい、うん、これがまあオートワウスですよ。オートワウスね。オートワウス。これアタックかな？アタックで開いていく感じ。アタックで、そうですね。喋ってる感じですね。そうですね。あ、いいじゃないですかこれ。いわゆるなんかピッキングの強さのこう感度みたいなのをアタックで調節。うん、もっと開いてもいいか。うん。まあ楽しいですよねこの音。そうですね、うん、これ何個かあるけど、これ真ん中の今、はい、バンドパスってやつですね。これハイパスにすると、ハイパスにすると、Bye.
いちゃう。もうノリノリじゃないですか。これローパスにするとちょっとベースっぽいのかな。おお、そうですね。これも変わるのか。そうですね、これいじってなかったですね、うん、これどうでしょう、バンドパースにして、まあそうですね、これでこうか、うん、あ、全然変わる、ファンク、ファンク、P ファンクああ、いいですね、いいですね、これレベルもあるの、レベルは、そう、音量、音量、やっぱね、あのダイナミクスを拡張してくれる感じがあるんで、はいはい、なんか ね、上手くなった気もするし、なんか楽しい。ああ、楽しそうでしたよ。ぐわって、ぐわって行きたい時にぐわって勝手になってくれるから。ああ、確かに。今また、はい、いいですね。いいですか。流行らしましょうよ、音は。けどこれ楽しいですね。そうですよね。なんかすごいな。うん、ネオソウル的な、うん、はいはいはい、なんかそういう人たちにもいけそうな感じもしないでもないですけどね。あ、深いな、こんな、そうですね、どうしようか、ちょっと原因ちょっと下げて、あー、この辺かもしれない好きな、そうですね、感じもしない入り込んでましたね、だいぶね、いや楽しい、ずっといけますね、なんかすごい、なんだろう、いいですね、今いや今かもしれない、今だからこそかもしれない、誰かインスタで流行らせてくんないかな、インスタでオーストワウオタワ、なんでオタワなんだろう、これオタワ、なんか若丸町の、うん、ホームページに書いてあるのはそのオタワのなんか議会のワウワウ言い合ってる感じがマジでなんとかみたいなこと書いてある、本当にあ、カールマーチそういう導入多いんよ、そうなんですね、そう、って思っちゃう解説が、うん、ちょっとリアで
変なフレーズでしたけど、いや、いい感じ、なんか、うん、オートワークっぽい感じが、オンでしょうね。なんかいろいろこう出てきますね、うん。なんかいつも弾かないフレーズが出てくる。適当に しかもオープンワークかけるとどんなフレーズもそれ誰かインスタで流行らせてくんない？また2度目2度目TikTok か TikTok か今やかな誰がやる誰かが TikTok でオートワークギタリスト特化型に特化型すげえなけどいつもあいつオートワーク使ってるよなけどねそれやったらバズりそう、うん、でもなんかかっこいいんだよねそう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 、うん、今空いてますねこの席オートワウギタリストの現じゃないギタリストの感じ、うん、もうまだあの1時間ぐらい弾けますけどこれねえなんかどんどんいきますねなんか練習はかどりそうですねあ本当ですか、うん、あとなんかこう大したことないものが、うん、なんかそれっぽくなるっていうかそう、ね、ありきたりのものバンドの人とかって困ってると思うんですよまた俺、うん、またこのフレーズ弾いてるわみたいな俺またイントロこれなんだよなとかはいはい、はい、それがなんかそれっぽくなるかもしれない。確かにね。うんうね、別に大したことないフレーズでも、いつも弾いてるようなフレーズがねがなんかおちょっとねっと世界観が変わるというかこのイントロで一曲できそうだみたいななんかちょっと湧いてくるものがありますよねそうそうそうこれちょっとネタに困ってるギタリストはいいんじゃないですか ね, ねなんかうん、なん何でもいけますよなんかねWow, wow, 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 wow,
これ微妙だ微妙だった微妙だったとか言いながらね、うん、やってもらうと楽しい。もう誰かインスタで流行らせて3番の目3番の目まあ確かにね、あのペダルワウとかよりもなんか手軽にというかねできますしね、うん、まあ、ジャンル違うのかもしれないですけど、うん、なんてことないアルペジオ。いいと思います。音色がすごくいい、うんうん、なんか音楽的な音、はいはい、なんかまあオートワウって要するにフィルターじゃんみたいな、はいはいはい、感じで作るところももしかしたらあるかもしれないけど、うん、ちゃんとこう、ね、今みたいなこう音楽にしてくれる感じの音なんで、うん、もしかしたら流行るかもしれない。流行るかもしれないね。ぜひちょっとチェックして、ね、うん、あとこのピンスイッチが結構効いてるなと思って。あ、ハイパスにするとギターで結構攻撃的な感じになるけど、そうか、ローパスにするとこれ完全ベースでも使えるので、ね、今 BP バンドパス、はいはい、うん、ハイパスだとね、あ、ミクスチャー世代ですか僕ら。 なんかこういうのかけて、あ、なるほどね、なんかバンドに憧れるな、憧れるなそういうのやりたかったな俺何しみじみとバンドに縁がなくてね。あ、なるほど、ね、なんか最近のフェスとかね見てたらいいなと思う。あ、まあ確かにね、こういうのフェスでやってほしいです。なんかいいですね、その絵面もいいですね。そういうフェスバンドにね使って、ジャムバンド、うん、なりたかったな、うん、そうなりたかったね、もうでもアンプスターも良かったし、うんうんうん、ありがとうございました今日は。そうですね、ありがとうございます、うん、はい、カーレマーチ良かったら。